戦車タラニスの中は子供たちに突きつけられた現実。ねえねえ。そうね。そんな重苦しい雰囲気に。何なのです？ぼーっと光る子供の亡霊。亡霊は何も言わず現れては、子供たちは疲れていたから見たの。行くのです。調子はどう？任せてほしいのです。ご機嫌いかが？よし。
任せて。畜生。よし。ごめん。任せて。どうだ。お手伝いする？よし、楽勝さ。お手伝いする？任せて。どうだ。こんにちは。あのね、僕たちは負けない。攻撃の準備を。
機発見なのです。負けない。
渡して。行こう。
はあ、信じられないのです。大きく育てよ。元気？あのね。一緒にやろう。やったー。メイ。うん。よし。あのね。うん。あのさ。いけそうね。ねえ。は？うん。はあ、うっそう？いや、ほっといてくれよ。よう。どうした？なあ。まあそうだな。いけそうね。終わったわ。行きましょう。いけそうね。いいわね。いけそうね。
行きます。よう。いたぞ。化け物か。攻撃開始。気持ちが落ち込んでいても敵は容赦なく。勇気を出して、あなたたちには戦う理由が、戦わなければいけない。今は戦うしかない。戦わなければ、子供たちは勇気を振り絞って、みんなを助ける。てめえ。いたわ。気をつけろ。あなたの負けなのです。
気をつけろ。みんな勇気を出して。みんなを助けるためにこの戦車タラニスで前に進み続ける。子供たちは改めて思い思いに誓うのだった。Thank you.
子供たちはベルマン帝国軍に連れ去られた。しかしどの村もすでにベルマン帝国軍によって破壊され、子供たちは情報収集を諦め、戦車を離れた時に閉めたハッチが開いていた。子供たちはあまり気にせず、再び先を急ぐため、誰にも気づかれないまま、二人の小さな珍客を乗せた戦車は走り出した。